るけまんまのようなので、今からレッダーを取って始めていきたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。はい、元気です。ありがとうございます。このまま盛り上がっていきましょう。じゃあ早速なんですが、皆さんにクイズがあります。お題がこちら。レッサーパンダとワイヤーパンダは仲間なのかどうか、どうでしょう。皆さん一度は考えたことあるんじゃないでしょうか。ワイヤーパンダ、想像してみてください。あの白と黒の大きな体、レッサーパンダと比べてみても色や大きさ全然違いますよね。果たして仲間なのかどうか、2択で聞いていきたいと思います。どうでしょう皆さん、レッサーパンダとダイヤモンドパンダ、仲間か仲間じゃないか、もう考えましたか。それでは聞いていきますね。まずは1番、レッサーパンダとダイヤモンドパンダ、仲間だと思うお客様。はーい。あ、1番お答えで少ないですね。ありがとうございます。じゃあ2番、レッサーパンダとダイヤモンドパンダ、仲間じゃないと思うお客様。はーい。あ、2番の方が何でもいいです。ありがとうございます。それでは正解を発表したいと思います。正解は2番の仲間じゃないなんです。あなた方おめでとうございます。そうなんです。レッサーパンダとダイヤモンドパンダ違う分類で分けられていて、ダイヤモンドパンダはクマの仲間、レッサーパンダはレッサーパンダ科というものに分けられているんです。あ、レッサーパンダ科って何って思ったお客様多いんじゃないでしょうか。レッサーパンダはイタチやアライグマの仲間、またはダイヤモンドパンダと同じクマの仲間なんていう説もあるんですが、今はそこにも分類されていないので、新しくレッサーパンダ科という声が出たんです。つい最近2015年の頃はアライグマに分類されていたんですよ。確かにアライグマの中から少し顔が似てますよね。さあ、じゃあそこまでレッサーパンダとダイヤモンドパンダ仲間じゃないって分かったんですけど、名前に同じパンダって入ってますよね。このパンダって一体どういう意味なんでしょう。実はレッサーパンダが一番よく食べている食べ物に関係しているんです。じゃあレッサーパンダが一番よく食べている食べ物、何か分かるかな。わかるよーってお客様、手を挙げてみてください。あ、お兄さん早かった、どうぞ。わかる、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしくなっちゃった。バイバイ。じゃあ他誰かいらっしゃいますか。なるほど。さあさあ、大正解。そう、レッサーパンダは笹を主食としているんです。そしてこのパンダという言葉、ネパール語のポンヤが語源となっていて、笹を食べるものという意味があるんです。じゃあ今パンダが分かったんですけど、次はこのレッサーってどういう意味なんでしょう。レッサー、とっても簡単な意味なんですよ。ジャイアント、大きいとは反対の意味なんです。さあ、もう皆さん分かりましたよね。じゃあ私がせーのっていうので、皆さん原曲答えてくださいね。いきますよ。大きいの反対はせーの、はい、ちょっと声も小さかったですが、ありがとうございます。そう、レッサー、小さいという意味で、レッサーパンダで小さな竹を食べるものという意味があるんです。ちなみにダイヤモンドパンダは大きな竹を食べるものという意味になりますよ。さあ、じゃあここまでレッサーパンダについてなんとなく分かっていただくところで、次はここにいるパンダについてお話ししたいと思います。ここにいるサンダを姉妹園である那須動物王国から行きました。そして生まれてからずーっと一緒に暮らしている三つ子のレッサーパンダなんでーす。あら、ちょっと反応してないですか。レッサーパンダは普通は1から2頭で生まれてくるので、三つ子ちゃん珍しいですよ。さあ、この三つ子たち軽くご紹介していきますね。じゃあまずはその端っこにいるこの子、この子は僕のアサヒくんです。アサヒくんは目がちりめがちのイケメンレッサーパンダなんで、ぜひお写真いっぱい撮ってあげてくださいね。さあ、じゃあ次は伊藤とも再会してます。仲いいかな。この子はメスのスズちゃんです。スズちゃんは背中のピノよりは一番黒いのが特徴です。
そしてとっても食いしい棒なんですよ。ちょっとお腹空いてきてよだれだから食べてくることが時々あるので、皆さんお気をつけくださいね。はい、分かれたかな。さあ、そしてじゃあ真ん中のこの子。この子は別のひなちゃんです。ひなちゃんは顔の毛の色が一番白いのが特徴です。そして性格なんですが、とってもマイペースです。なんですが、この3個の中で一番気が強い、ちょっと怖い女の子なんですよね。すぐ手が出ちゃうんで。そう、この愛らしい3個、ここ神戸動物王国にやってきた時にはまだ0歳でした。ですが、今年で3歳になり、体重も7キロゲノムと、もう立派な大人のレッサーパンダに成長しました。じゃあ、ここでまたクイズです。レッサーパンダの生まれてから1日目の体重、どのくらいか分かりますか？これくらいかなって手を挙げてみてください。さあ、誰か分かるか、お兄ちゃん分かる？急にやったりかな。レッドアバンが生まれてから1日目の体重。誰か手を挙げるかな。見なかったら、ちょっと目が上がったら、ちょっと当てていこうと思います。兄ちゃん、今一瞬目やったかな。帰ってもいいな。さあ、何でもいいよ。100グラム？大正解！そう、レッサーパンダはなんと 100g に言われてくるんです。よかったね。でも 100g と言われてもいまいちピンとこないと思うので、今日はなんと生まれてから1日目の写真ご用意しました。生まれてから1日目はこんな感じです。小さいですよね。さあ、この横に置いてある赤いもの、何か分かりますか？そう、皆さんが今お持ちのスマートフォンなんです。レッサーパンダはスマートフォンサイズ、私たちの手のひらサイズで生まれてくるんです。でもこのお写真じゃいまいちお顔わかんないと思うので、今日はなんとお顔のアップな写真もご用意しました。お顔のアップがこんな感じです。かわいいですよね。皆さん、いいリアクションありがとうございます。さあ、この子たちまだ目が開いていません。レッサーパンダは生まれてから2週間ほどで目が開いてきて、1年ほどだと大人と変わらない大きさまで成長するんですよ。とても成長早いものですよね。さあ、このお写真、看板のところに置いておくので、また皆さんご覧くださいね。かわいい。さあ、ここまでレッサーパンダについてたくさんお話ししてきたところで、この辺りでレッサートークは終わりにしようと思います。どうでしょう、皆さん。レッサートークを聞いて、レッサーパンダについて好きになった、詳しくなったよというお客様、手を挙げてみてください。あ、たくさん上がりました。ありがとうございます。さあ、この上げた手をグーにして構えてみてください。あ、いいですね。皆さん、今日はノリのいい方ばかりで嬉しいです。じゃあ、私がレッツというので、皆さん元気よくレッサーってこないでください。かなり苦笑いが多い。あ、ここのいい笑顔、嬉しい。じゃあ、さあ、もう準備できますね。いきますよ。レッツレッサー、はい、パッチリ決まりました。ありがとうございます。では、ここでレッサーと終わりにします。最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。引き続き、神戸動物王国をお楽しみください。さあ、私今、この子たちにリンゴをあげながらお話ししていたんですが、このリンゴをあげていただく体験、皆様にも今からやっていただこうと思います。こちらの餌やり体験、お一人様1回ずつ無料の体験となるんですが、まずはこちら岩場を先頭にして、どうぞ1列で並んでいってください。